会津若松市内で小屋に置いてあった米が熊に食い荒らされる被害があり、警察が注意を呼びかけています。被害に遭ったのは会津若松市川東町の民家の敷地内にある作業小屋です。昨夜7時ごろから今朝6時ごろにかけて作業小屋のシャッターが押し開けられ、袋に入れてあった玄米が食い荒らされていたものです。この小屋では去年も熊に米が狙われる被害がありました。去年も何回か入られてて、その時はきれいにこうシャッター上に押し上げて入ったんですけど、今回に限っては、無理やり破壊して入った感じですかね。警察は現場周辺をパトロールし警戒しています。